今ですね、緊急でカメラを回してるんですけど、今日気づいたんですけど、これ CBT 一週間前なんですよね。CBT っていうのは、僕がですね、去年落ちて、それがきっかけで留年してしまったテストなんですけど、つまり CBT 一週間前ということは、僕の死刑決定までが、一週間。ねえ、この気持ち、胸がですね、すごいドキドキしてて、これなんでしょうね、これワクワクですかね。胸のね、高鳴りが止まりません。これは、きっと、なんでしょう、動悸が止まらないということは、これ、恋ですかね。いい頼みの街がくれた、色めき、風たちは運ぶわ、カラスと人々の群れ。とりあえず、CBT どうやって勉強したか去年覚えてないけど、暗記が多そうな内分泌からね、ちょっと勉強始めていこうかなと思います。成長、ホルモン、TSH 甲状腺、プロダクチン、プラって。覚えらんねこれなんだよこれ !CTH とかさ、TSH とかさ、ねえ、俺、プロダクチンとかこれ何これマジで。医学って何ねえ。なんか聞いたことあるけど、どこでやったか覚えてないんだが、うん。俺の記憶では、この内分泌というジャンルがね、一番、その覚えるのが大変だという俺の中の勝手なイメージがついてるんだけど、はぁ、だれー。 CBT 対策の問題解いたんですけど、明らかな知識不足があって、正直このままだとちょっとどうにもなんないかなと思って、告示対策用の動画もね見ていこうかなと。明らかに時間ないので 1.75 倍速で、まあ自分の苦手なとこだけ見ていこうかなと思います。めっちゃ集中して見てんだけど、なんか今ね、大学受験並みの辛さを今、この身で体験してる。朝から晩まで動画見てんだけど、めっちゃしんどい。正直僕、浪人の時よりも今勉強してます。当たり前か。ほんまに、めっちゃしんどい。まだ今から動画見るんですけど、今日でどれぐらい動画見れるかなっていう。たまんま見れないだろうね。まだ神経は全部見たんだけど、めっちゃしんどい。めっちゃ頭痛い。ずっと集中し続けるってこんなしんどかったんだ。今日朝起きてずっとこんな感じの気がする。昨日までは頑張ってたのにな。あーもうやだよ。もうマジック反転術式。どうも、天陽呪縛のミディカルギフテッド伏黒杜氏です。ということでね、もう明日に CBT が控えてるんですけど、まあやれるだけのことはやったかな。まあ短い1週間だったけどね。うん。まあリサレモンさんにもね、
散々応援してもらったし、明日はね、しっかりと、ね、自分の実力をね、出していこうかなと。サボった分はね、この、あり余る才能でね、補っていこうかなと、思います。ね。ということでね、頑張ろうか、明日はね、もう寝るだけですけど。よし、行くぞ！行ってきます！ポン！はい、ということで、今からね、CBT の結果を見ていこうかなと思います。まあ、どんな結果になったとしても、ね、視聴者の皆さんも、どうか受け入れてください。僕自身もね、なんとかね、受け入れるようにしますので、先に言っときますが、京都大学医学部において、同じ学年で入れる回数は、最大3回までです。つまり、次留年して、もう一回 CBT で落ちると、方向です。いとも簡単に行われるえげつない行為ですね。不安なんですけど。まあでもね、まあやれることやったから。ね。あとは、天に身を任せましょう。はい、ということで、見ます。合格です。はい、ということでね、留年はね、回避されましたということで、ね、すごい嬉しいですね。いやー嬉しいです。でおそらくね、この動画って結構もっとね、後に投稿する予定なので、今頃きっとね、コメントでは、留年なんて無駄なんだ、留年してる教員よりも留年してない私立医の俺の方が上なんだとかいうね、マウントコメントとかめっちゃ来てると思う。知らんけど、留年してない俺たち指定校の方が上なんだとかね、めっちゃ来てると思う。うん、どんなコメント来てるか知んないけど、そういう人たちに向けてね、一旦起き起こすにしておくと、正直指定校推薦の人とかってあんまり留年するメリットないよね。なんでかっつったらさ、僕たちはさ、ほら中高からこう勉強っていうのをしてきて、学びとは何なのかっていうのをすごい理解してるよ。留年期間ね、こう放り出されて、はい、じゃあなんかやってみって言われて、学びが得意な人ってまあ何でもできるわけ。俺だったら絵を描いてみようかなとか、別にこれ学問に限った話じゃなくて、まあ趣味とか娯楽でもね、僕にとってはピアノとかね、まあ新しいこと始めようかなと思った時に、まあ学びとは何ぞやを分かってると、まあこういうのってこういう自由な期間でなんとかね、これ新しいスキルとして身につけることができるんですけど、不成功で私たち留年したことありませんみたいな、留年しないことをね、あの価値であると考えてる人たちは、正直留年したとで、まあ元からね、小中高と自分で学びとは何ぞやを学んでこなかったから、まあ正直自由な期間にね、まっさらのね、自由な場所に放り込まれても何もできないよね。うん、だからまあ指定校推薦が留年しない方がいいのは当然だよね。例えば東大京大受かった人たちって、おそらく学びとは何かをこう追求してきた人たちだから、大学からね、首輪を外されて1年間自由にしてきたらって言われても、自分のやりたいことであれば、まあ、何でもできんのよ。正直金積んで私立行ったとか、そういう指定校推薦行ったよって人たちは、そういう人たちに限ってすごい進級マウントが取ってくるんだけど、残念ながらね、そういうマウントっておそらく東大京大世界ではおそらく通用しない常識、留年して何が悪いのみたいな世界だから、あんまりこのチャンネルにはそういう人たち今までいなかったから、ね、まあこれから出てくるかもしれんから起き起こすとしてるけど、でもね、留年して何があったんだろうってこう振り返ってみると、いっぱいいろんなことあったよね。留年が無意味だって思ってる人たちにとって、おそらくこれが全部無意味に見えるんだろうけど、これを無意味だと思うんだったら、小中高から勉強しとけよ。他の人たちと違って小中高ちゃんと勉強してきたから、今こうやって他のことをやろうがいくらでも追いつけるわけよ。だけどそういうのを無意味だって切り捨てるぐらいだったら、はなからあんた小中高の時に勉強しとけよっていう話なんだよね。留年することが時間の無駄だって言うんだったら、もっと生まれた時からさ、時間の無駄省いとかよかったんじゃないっていう感じで、講釈はこの辺で。っていうのね、もうね、まあもう留年、なんとか進級できたから、もうこれでね、もうマウントもね、しばらく取られないということですよ。調子に乗ってるけど忘れてるのだ。こいつにはまだ、お好き、という試験があることを。しかも今年からかなり厳しいのだ。というわけで、最終進級報告は生放送あたりで行うのだ。